初めまして、澤井茂吾と言います。よろしくお願いします。何からお話ししていいのかわからないんですけども、まずもって自分の中でお話をいただいたときに、正直迷いました。いろいろで、チームの現実 J2 から J3 にお話をいただいたときはまだ決定ギリギリのところでしたけども、その中で、自分が何を迷ったかというと、カターレ富山に自分が行って、お話をいただいて、このお話というのは非常に責任のある重いお話だなということで、自分が行って自分ができるのかということを非常に迷いましたというか、自問自答しました。で、どこで一つ踏ん切りをつけたかというと、実は、アルウィンのカターレとヤマンの試合ですかね、そこに一人でフラッと見に行って、で実はカターレ富山のサポーター席ですかね、そこにポツンと座ってずっと見てました。で非常に約 90% がヤマンのサポーターの中で細々とというか、小さいエリアでカタールというサポーターの皆さんが90分間選手と共に戦ってたというか、応援をしてたのを聞いて、やってみようかなという気になりました。そこがなんか自分のスタートだったんじゃないかなというふうに思います。だからそこの思いというのを自分が、ここに就任して、今後もう今日からだと思いますけども、今日からそのサポーターの思いに応えれるように、ぜひ、1年間といいますか、まずもって、1年間きちっとカタールとも前進させていきたいなというふうに思い、決意をいたしました。で、少しお話をさせてもらいますけども、やはりプロフェッショナルフットボールのクラブっていうことで、そこへいろいろステップアップを今後していかなきゃいけないと思うんですけども、やはりまず一番大事なことは、みんな、僕もそうなんですけども、クラブの人員というんですかね、で現場のスタッフもそうなんですけども、みんながプロフェッショナルな人材というのが一番大事だと思います。で現状の監督そしてコーチというのは、今季限りでというのが決まってますので、そこの人選もありますし、で選手たちというのも、現状を見ますとレンタルであったり、契約の満了であったりという選手たちもいます。だからそれをきちっと、選定してやることも大事です。さらに、富山のこのカタール富山は正直潤沢に、僕が昔行った名古屋グランパスというのは、やはりこのクラブから言うと多分10倍のお金で運営していると思いますね、このクラブのより。だからそういうクラブではないということは、下の、いわゆる下部組織ですかと言われているところもきちっと整備をして選手ができていくか、カタール富山のトップチームで活躍できる選手を育成できるシステムを作って、もっともっとより強く作っていかなきゃいけないと思います。そこも やらなければ今後大変になるなというふうに感じています。次に、クラブマネジメント、やはりここもクラブを運営していく上で、先ほど言いましたように小さいというか小規模なクラブなんで、今いる
人材がクロスっていうんですかね、いろんな仕事を分かった上でやっていきたいなと。だから広報は広報だけとか、事業部は事業部だけっていうんではなくて、いろんなクロスしたこう仕事をしていくことによって、お互いの感じるところをうまく引き出せる、でうまくサポートできる、そんなクラブ経営というのが必要ではなかろうかなというふうに思います。まあ、最後と言いますか、もう一つはやはり富山の地域貢献ですかね、県民クラブというふうに掲げられてますんで、富山の県民の皆様がこうなんか来て、このグラウンドに来て楽しかったなと、で子どもたちが来てすごいなという試合、県民の皆様が来て楽しかったなと思える試合、そんな試合をね、いつもできるように、そんなチーム作りをしていきたいなというふうに思います。で、目標というか来年、まあ、チームとしての目標っていうんですかね、そこはもう皆さんもはっきりしてると思います。もうクラブとしてじゃあ J3 に落ちました、で来年の目標は何ですか、これはチームとしてはもう J2 にまた上がろうというのがもう目標としてはっきりしていると思います。ただしクラブとしての目標っていうんですかね、そこはじゃあ今度ただ上がるだけを目指して、上がるだけっていうのを考えていいのかっていうところですね。じゃあ上がった後どうするんだと、さらにその上はどうするんだとです。最終的には将来はどういうふうにするんだということをやはり考えながらいけないなと。だから今までどういう形でまあクラブを運営していたかっていうのは、僕が今日から少しずつお話を聞いて判断するんですけども、やはりインスタントなこうクラブ経営というよりもコンスタントにクラブを経営していける、そういう経営といいますか運営といいますか、そういうものをぜひ、自分としては考えながら、で皆さんのご協力を得ながらやっていきたいなというふうに思います。で、まあ、一番大事なトップチームのこうチーム作りといいますか、そこについては、私も今、長年、まあ、大学とか、まあ、少し、プロチームに関わったりとか、選手時代プロチームの選手としてやったりとか、そういう経緯があります。自分の作りたい、まあ、こういう理想のチームっていうのはありますけども、そこはあえて今日のお話はしません。っていうのはやはりカタール富山、この富山にじゃあはどういうふうなチーム作りをしていったらやはりよりいいんだろうということをもう少し、自分としてここでお話しするよりも、もう少し皆さんに話を聞いて判断をさせてもらって、そこから行きたいというふうに思ってますんで、また改めてそういうお話はおいおいして皆さんにしていきたいと思いますんで、今日はご勘弁くださいという、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりしたお話でしたけども、一応熱い気持ちで本当にまず持って今日から1年間チーム、そしてクラブが目標に向かっていけるように頑張りますので、皆さんのご協力というのが欠かせませんので、今後ともよろしくお願いします。